ございます。はい、どうも。ちょっと喉乾いたな。そんな、飲み物持ってきていいっすか。おはようございます。ちょっとね、いろいろ話したいことあるんですけど。ちょっと飲み物持ってくるわ。人集まるよ。あ、はいはい。 はい、どうもおはようございます。おはようございます。おはようございます。あのね、マジでうざいんですよ。もう本当に周りが黙想もそうだし、ゴミ。俺のちょっと風呂入ってないからちょっと顔出すの恥ずかしいんだけど。ちなみにね。 あとなんかね、ゴミアンチがなんか俺の勝手に動画を上げてあ、あとそれ著作権違反ですからね。あとはあの、侮辱ですから。もし訳ない、そろそろ通報するぜ、マジでお前。調子に乗ってると。うん、めんどくさいけどさ。あとなんか財布の中に俺がめちゃめちゃなんかか、金がね、昨日見せた時あったとか言ったけど、じゃあもう証明するよ、もうめんどくせえから。うん、めんどくさいっす。はい。財布の中にこう見せた時めっちゃ財布にね、あの、殺があったと。 まあ実際こんだけあるんだよ。これがチラッと見えたからあるように見えると思うんだけど、全部あの証明してあげるよ、もうめんどくせえ。こんな道地ね、見せたくないんだけどね、こんなの。はい。うん。こんな感じで。あ、あ、今、撮りましたから、全部、はい。うん。ほとんど千円札なんですよね。<笑><笑> まあ、10万ちょっとぐらいはあり,ありますけど、ほとんど1000円札なんです。はい、<laughs> なんでかっていうと、あのもう、まあ、俺が今ね、じゃあもう全部教えてあげるけど、俺が毎日、あ、あのー、何やってるかっていうと、パチンコ行ってるんですよ。あでも配信,配信やったって収益化できないから、で、家たってしょうがないじゃん。でも、金稼がないといかないから、でパチンコ今、今、パチンコってか、パチロなんだけど、基本、メインはね。 パチスローで今頑張って立ち回ってやってるんですよ。あまあ、はっきり言って今のパチスローってあんま稼げないけどね。でもまあ稼げなくはないんで、そう、そんなに稼げないけど。わかるで、あのまあ今パチンコ屋とかパチスロ屋とか行ってる人はあの知ってるかもしんないけど、わかるあの今のパチンコ屋って、あのこう、なんていうの大体の店がこう台の横に、 1>, 1万円札入れる、あ、1000円か5000円か1万円を入れるような機械があって、で、それで入れてポチって押すんですよ、貸し出し。うん。わかるまあ、パチンコ屋、今のパチンカとかパス屋行ってる人はわかると思うけど、大体その店が多いの。だから、そこでこう、なんか1000円を1回1回入れるとめんどくさいのよ。だから、いつも1万、一万を入れるわけ、だいたい だいたい1万円を入れて、で、それで貸し出し、貸し出し、貸し出しでバーって出てきて、で、それの余ったやつをね、あの、あ例えば、えー、と1万円入れて、例えば2千円使って、で、それで8千円残ってたら、それを、あの、そのカードみたいな、こう、IC カードって言うんだけど、それを持ってって、生産のと機械のとこにこう入れて、で、ポチってやると、その8千円が出てくるの。しかも、出てくるとき全部1000冊でくるのよ。あの、仮に8千円だとしても、5000円とか出てこなくて、全部1000円で出てくるの。 うん、そう。<laughs> だから、それを繰り返してると、ね、千円札がたまるんですよ。これ、パチンコパチトロ行ってる人だったら分かると思うけど。ね。だから、札がいっぱいあるとって、ほとんど千円なのよ、これ。うん。ま、十万ぐらいはあると思うんですけど、十万ちょいぐらいかな。分かるはい。もういちいちね、めんどくさいわ。 あここにあの1万とかあったけど。ほら、10万くらいはあると思うんですけど、あ、ここに5000あった。10万ちょいぐらいっすね、あって多分。まあ、多分っていうか、大体10万ぐらい。10万ちょいぐらい。<laughs> はい。ほとんどん1000円なんですよ。わかる見えます ね、ほとんど1000円なの上がりましたもう5 0円あるわ、うん、だそれを繰り返してると、まあ、パ今のパチンコパストリを打ってして上がかると思うけどほとんど1000円札がたまっちゃうのしかもそれ毎日行ってるからねで1000円がたまってて毎回毎回1万から出しちゃうのよ、うん、分かる <laughs>、うん、はいこんな感じほとんど1000円なんですよ こ,んなこれがね、全部1万冊だったら50万あるかないかぐらいだと思うんですけど、40万、50万ある,ぐらいあるぐらいかな、これが1万だとわかんないけど。でもほとんど1000円なの。だいたい10万ぐらいとか、10万ちょいぐらいなの。わ、うん、かる <laughs> で、そもそもね、 そもそも、あの、前も言ったけど、じゃあ、俺が本当に死ぬほど金持ってるんだったら、リボ払い払っちゃうんすよね。あ <laughs> は。仮に俺がさ、ね、あの、じゃちょっと見せるはもうめんどくせえ。なんでこんな見せなきゃいけないのいちいちうぜえんだよね、俺のアンチとかが憶測妄想でさ、決めつけて言ったりとかさ、あの、目相がさ、嘘言ったりとかさ、もううざいんだよ、いちいち。てか、俺に関係ねえんだから、ほっとけよってめえら関係ねえだろ、俺には。 ああてめえらじゃ何すんだよああ。マジでうぜえ。アンチなんか憶測で言ってるだけだし、黙祖なんかさ、俺を救ったみたいなこと言って、結局、なんかお前店に切ってないし、もういちいち歌えてよ。なんか俺でなんか閲覧稼ぐ。マジで利用すんな、俺を。てめえらに関係ねえから、勝手に来るやつとかさ。マジうぜえわ、本当に。<laughs> ええー、本ほんとうぜえわ。 ちょっと待って、これどこで見るんだっけご利用紹介、これか。あれどこだっけ、これ。ちょっとどこから見るのかわかんねえわ。どこで見るんだっけ、これ。ご利用状況、これかな。えー、これどこで見せるんだろう あ、これか。これだ。ほら。例えばこれ1社ね。1社、このカードね。はい。前回お支払い後残高。リボ残高。158万。本当に俺がね、金いっぱい持ってんだったら、こういうの払わないっすかだってリボ、これほら15、15%か。年15%作るんだから、これ。 マジくだらねえわ。俺が本当にガチで金あるんだったらね、これ今財布の中で多分10万ちょっとあるけど、まあ多分12、三3万ぐらいだと思うんですけど、ね、たかがね、財布の中に12、三3万でどうやって足りんのこれ。うん。しかもだってね、リボだって、まあ合計300ぐらいあるんですよ、大体。で、プラス、ね、あの、弁護士費用も必要で、弁護士費用だってそんな、 20万30万よりももうちょいするんじゃないなんか成功報酬とか言ったらもういくらになるか分かんないわ。<laughs> 財布の中にじゃあ10万ちょっとあっただけ何が足りんの、うん、しかもね、俺が本当にじゃあ金隠し持ってるとか言うんだったら、これ待って、これ毎月ちょっと待って、なんか映しちゃいけないとことか出そうだから、これ支払い口座とか設定してるのが出たらまずいから、毎月じゃあ俺が利息払ってんの見せるよ。これどこで見せんの、うん、俺が本当に金隠し持ってんだったらこれ払わない。 だってこんなのやってんのはさバカらしいからね。金利、だってこんだけやってると金利だけでいくら取られると思ってんのマジ俺が本当に金隠し持ってるって言うんだったらこれ払って払うよね。普通に考えて。金、金合ってるんだったらこんな金利取られるだけあバカ臭いじゃん。うん。金利払うだけバカ臭いから普通これ払うでしょ。俺が本当に金隠し持ってるんだったらこれ払っとくでしょ。それぐらいわかるでしょ。うん。 だってこんなの持ってるだけで毎月いくら金にかかると思ってんの普通払うわ。金が。本当に隠し持ってるってんだったら、本当に払っとくわ、これ。うん。マジでバカなんじゃないふざけんなよ。妄想とかで話してさ。で、財布の中に、じゃあ10万ちょっとあったらどこが足りんだよ。ね、なんかこれだってさ、ね、これじゃあリボ全額これ、ね、十何万払ったら、で、しかも全額返済しきらないし、で、しかも、ね、 あの俺、財布の中に今、多めに入れてるのって何回も言ってるけど、ね、あの銀行口座が仮差し押さえもされたら、もう動けなくなるから、ね、何にも動けないじゃあ財布の中にね、昨日,これ昨日も言ってるからね、俺ちゃんと。あのアンチとかが勝手になんか俺が言ったところを改変して、改変というか、都合よく切り取って、俺がね、ちゃんと言ってるところとかさ、なんか見て見ぬふりしてるけど、俺今、財布の中に多めに入れてるって言ってるからね。うん だって銀行口座も仮差し押さえされて、じゃ、例えば財布の中に1万、2万、3万ぐらいしかなかったら、どうやって動くのもう、うん。しかもこの 10, 10万ちょいじゃ弁護士すら雇えないし、どこが金持ってんだよ俺。ふざけんなよマジで。マジでくだらねえ、うん、こんなのだってさ、リボの返済額にも、弁護士代にすらもう投稿呼ばないよ。うん。バカじゃねえ 財布の中にいたからこんだけあったから何な,なのうん。リボ、リボ全額すら払えない額だよ。バカじゃねえの、うん、で、これどこで金利払ってんの見せんだちょっと待って。ページがわかんねえわ。どこで見せんだろう会員ページかな。うん、どこだろう <laughs> どこで見せんだろうな。 あ、これかな <coughs> <coughs> ここか <coughs> <coughs>、はい、これっすね例えば今月分のこれーカードのやつなんですけど はい。まあ、これね、あの、D カード、どこ、ゴールド、D カードゴールドをね、あのー、使ってしたら分かると思うけど、これっすね。リボ払い、お支払い額、弁済金ってやつだね。これ、これが、あの、金利がいくらですよってこれ表示されないんだよ。これだ。うん。これって、その、月々のリボの金額プラス、あのー、リボで設定した、なんか金額の、あの、合計のこれ、請求額なんですよ。 うん。これ、金利がいくらって完全には表示されないの。うん。これは D カードゴード使ってしたらわかると思う。だから、その、金利だけでは表示されんな、これ。うん。これが今月分だね。あ、でも、先月分のも見せようか。でもわかるっしょ。だって、今さっき見せたでしょ。158万あったのに、 先月の支払いの終わったところで158万ねまだリボが残ってたのにこの金額しか払ってねあの今月払わないってことはじゃあ,あの今うんまだリボがいくら残ってるかってこと分かるでしょこの額で分かるクソ止まっちゃった止まっちゃっためんどくせんだよこれああ ちょっと待ってくださいねいちいちさなんかさ妄想とかでさうぜえわほんとあんとかさ勝手になんか、えー、決めつけて妄想で話すし黙祖も勝手にああやって嘘つくしさマジでうぜえあーしまった3つ間違ったこれなんだっけううう でこれが9月9月分かでこれ8月分あこれ見せればいい早いかここねあのねちょっと待ってここ隠さないといけんなあの支払い口座とかが書いてあるところあるからそこ隠さないといけないちょっと待ってこれで隠すか 支払い口座とかが出ちゃってるんですよだからそこだけ隠してほらわかりますねこれ9月ご請求分ねお支払い金額19万6138円ねで残りね先月払った時点で158万リボンのが残ってたんだからまあはどういうことかわかるよねどういうことかわかりますよね皆さん で今さっき使った金額とかも見せたけどさ、あの明細で、これが8月10日分、はい。で、支払った金額10万5993円、ね、うぜこれさ、なんかさ、接触が悪いからさ、あのなんだっけ、あれの、なんだっけ、カメラの、これ、一回こうなると、一回選択し直さないといけないんで、うぜ めんどくせあーああ回線じゃないんだよこれあカメラの接触なんですようんでまあ8月以降これどうやって見せるんだろうあこれ7月これかはい これ7月,7月11日分ね5万2000円ぐらい。はい、てかそもそも先月とか先々月あたりもこういうの見せたと思うんだけど残りの580万とかあってこの金額でってことはああその先月ねさっき見せたでしょさっきの画面あの、えー、っと先月の支払いの時点で580万リボンが残っててお支払いのこの金額の時点でもう残りのリボンがいくらあるかなんてわかるでしょそもそもが。 あーえーでじゃあ6月六月見せましょうかはい六月分はい四万九千五百七十万円六月分はいねだずっと払ってんのかって金利をああもういいかもう面倒くせえまあこれ以降も別に見せてもいいけどもう面倒くさい分かったでしょうん 今のでもう少なくとも 3, 3ヶ月ずっと払ってるっていうのが多分証明できたと思うんですよああまたまた止まったうぜああマジうぜえわああうん あれやああ <laughs> 他のねとこもあるあともう一社ぐらい見せようかじゃああれめんどくせえわ見せ見せるめんどくせえもなんでこんないちいち見せて証明しなきゃいけないのマジうぜえわうん うん、だ俺さ申し訳ないけどさ俺そんなことで嘘つかないからねまあ俺の昔から俺の配信見てる人はわかると思うけど俺別にこんなことで嘘つかないから俺別にお金ないふりしてリスナーから小じきしようなんてそんなこと思ったこと一度もないしうん本当に金ない時にかお金あっ 金あるのにか。金あるのに、お金ないふりしてリスナーからこじろうなと思ったこと、マジで俺いい、今、あの配信でき多分11年ぐらいだけど、もう一度もないよ。今の今までね。うん。うん、これ、どうやって見せるんだ、こっちの。わかんねえ、もうこれ。カード会社によってさ、ページのなんか、こう、生き方とか違う。これかな。めんどくせえなんでこんな見せなきゃいけないの、てか。ああ。 あーこれかなはい <laughs> はい JCB の方はいご利用可能枠50万に対してご利用残高が49万1 1 7十円残りご利用可能額8000ちょいねもうこれもほぼリボテンですよでこれ月々の支払いってこれどこで見せんのね これで財布の中に、ね。財布の中に、はい。昨日買って見せて、こんだけ財布、財布の中に、こう財布がね、財布の中に、札がこんだけあって、こいつ金隠し持ってるとか言ってるバカがいるんだけど、ほとんどしかも1000円です。まあ、10万ちょいぐらいはありますよ。12、三3万ぐらいだと思います、多分。ね。ほとんど1000円です。これでどうやって足りんのああ言ってやこれどうやって足りんだよああ。 これどうやって足りんだよ。弁護士費用とかさリボのさ金とかさねで、他に見せてないのが2社あるけどそれはなんかインターネットのなんかこうリンクしてないからカードと、うん、でも今見せただけでもう200200 200万ぐらいあるわけじゃん210万ぐらいあと2社5050 50 50であの300あるんだけどその2社はもうリンクするのめんどくせえよ、うん、なんでこんなわざわざてめえらに見せなきゃいけないんだよ そもそもでも財布の中にねこ1000円札いっぱいの123万ぐらいあったとこでどうやって足りるんだよ言ってみろやあ今見せただけでリボは200はあるぞまああとね正確にはあと100あるんだけど見せてないやつ <laughs> でまあそれでね300あってで弁護士費用だって、まあ、いくらだか分かんないけど結構高いんじゃないの弁護士費用だって何十万するでしょ、まあ、下手したら あの請求額多いから、なんかその成功方針の10%とか捉えたらもっと高いんじゃない分かんないけど。そたぶん、弁護士によって多分金額違うと思うんだけど、いくら足りんねよこれ,これで金を持ってるとか、隠し持ってるとか言ったやつどう、ね、どういう計算方式してんのどうやって足りんの、うん、どうやって足りんすか。俺、そんなことやりうつかねえから、申し訳ないけど。勝手に憶測で話すのやめてもらっていい、うん もうクソだってよ何がか「金隠し持ってる」だふざけんな、ね、よ「隠し持って」って言ったんじゃねえやんて言ったんだっけ財布の中にね2三3 0万入っててなんて言ったんだっけ財布の中2三3 0万入っててなんかそれをなんかリスナーに見せると金がなんか金がなんだっけあのー、あるように見えるからなんかアイテム投げられねえからだからなんかこうなんだっけ それ言わないでっってて耳打ちしたんだって俺マジで言ってねえしなじゃあ財布の中からじゃあ黙祖が言う,ようにに2 3 0万あったとしましょうねどうやって足りるんすか弁護士費用も払えないよ2 3 0万じゃでこの今見せたリボとかどうすんの財布の中にじゃ,じゃあじゃあもう極端だし黙祖が言ったもっと5倍とかにしよっか仮に極端な話財布の中に100万あったとこで足んなくないだってリボだけでこんだけもうあんだからさ どうやって足りんのこれしかもさリボ,リボのお金ってさこれ自分のお金じゃないからね実質借りてるようなもんじゃん、うんうん、財布の中に100万あってもそれでもまだ支払いしきれないしそれでも100万あっても自分の金じゃないじゃん実質借りてる金やどこどこが足りんの2 3 0万であったところでまあ、ちなみに10万ちょいだけどねこんなかここにあんの10万ちょいだけど1213万ぐらいだけどどうやって足りんのそれで俺が嘘つきオーバばーリすか ふざけん,ねんマジで状況考えろよあ俺がね目相が言った通りにそんな嘘俺が嘘ついてってると思うのじゃあ財布の中に 2, 30万ありましたどうやって足りるんですかうん2 3 0万ぐらい俺が言うと思う普通に考えろよ2 3 0万ぐらいねあの2 3 0万ぐらいあの財布の中にあるからねそれをリスナーに見せたらアイテム飛ばないからって言うんでそんなん言うと思う財布の中に 2, 30万あったって全然足んないのに こうやってリボのの、ね、金とか弁護士代とかね、払わなきゃいけない金こんだけあって財布の中に2 3 0万あったとこで全然足んないんですけどしかも何回も言ってるけどね、何回も言ってるし昨日も言ったけど銀行口座もあの仮,仮,仮差し押さえされるかもしれないからだから今あの、ね、あの財布の中に仮に1万2万3万ぐらいしかなかったらそれで差し押さえされたらもう,う12万3万しか動かせる金がないじゃんもう何もできないじゃん。 それ,それにこれ 10, 10万ちょいぐらいあるけどこれですら弁護士費用すら払えないんだよ、ね、だから俺今財布におめに入れてんだよ俺それ昨日も言ってるからね勝手に話をさ作,作るのやめてもらっていい本当に本当マジでうぜえ周りのやつら勝手に憶測で言ったり虚言吐いたりとかマジでうぜえんだけどうんくだらねえわ本当に マジでほんと関わりたくないから関わってくんなよ。ああ、言っとくけどさ。あと、ネイビーブルーとかさ、俺に関係ねえんだから、てめえさん、もうほんとマジでバンするからな。てめえ、調子に乗るんだよ。言っとくけど、てめえの人生に俺関係ねえから、勝手に関わってくんな、粘着して。 目相もそうだよ。てめえもさ、常にいい人キャンペーンとかやって嘘ばっかつきやがってさ、人のこと、ねてめえはさ、自分のことはさ、常にいい人キャンペーンやって、他人にはそうやって嘘ついてまでネガ,ネガティブキャンペーンしてさ、な、何それ趣味なんてめえあてめえ、趣味なのか自分のことをよく見せて、人には嘘ついて、ね人をネガティブキャンペーンやって、お前、まあ、それ、それは趣味なんお前の生き方がそれなんお前の生き、生きがいなんそれ気持ち悪いんだよ、かかってくんな。 気持ち悪いんだよ、てめえ。かかってくんのよマジで。二度とくんのよてめえが、俺んちによ。勝手に来やがってよ。ふざけんな、マジで。<coughs> なんなん、マジで。うぜえわ、ほんと。んなよ、二度と。マジ頭来るわ、ほんとに。ね、これでも証明したよね、みんなね。わかったろ、これであ。あ、これ延長するか。延長チケット今ね、あ,あるから。 もうあと28枚になっちゃうけどこれあのこの前の配信者応援イベントでもらったやつが、はい、1回延長するか分かったでしょああ俺が本当に金を隠し持ってんだったらこんなリボ払いとか払うよねだって払わなかったらだってあれだよ300万あるだけでだいたい5万くらいは来るんだよ金利だけで,で今証明したのは200万くらいだけど210万くらいだけど 210万でもあと残りの年者だってなんかそのネットの手続きしてないのよだからその面倒くさいじゃんそれ、うん、だからめんどくさいからそのカードのなんか明細みたいなのって、まああのー、やったことある人はわかると思うけどそのカードの何ていうの,そのクレカと、うん、クレカのなんか支払いとか残高みたいなやつなんか明細みたいなのをネットでなんかこう会員登録してそれとなんかカードとリンクさせてっていう手続きを踏まないといやんないといけないの それがめんどいからやってないの。でも今の2社だけでも,もう210万は見せたんで、約210万、200万か。うん。だからもういいでしょ、もうそれだけで。めんどくさい。うん。<laughs> 俺が本当に金を隠し持ってんだったら、このリボの払いますよね。払った方がいいじゃん。だって金利、毎月そんなさ、取られるんだからさ。 でしかもねあの、そんな毎月取れんのバカらしいじゃん。金持ってんだったらで。しかも今の時代さ、クレカ払いできるとこなんて結構あるしさ。<laughs> 普通払うわ。しかもさ、俺がアイテム投げられないように、ああ、えー、っと、なんだっけ、えー、っと、アイテムが、なんか俺の財布の中にね、お金あるから、あるって言ったら、投げられなくなるから、 なんだっけ、あのー、言わないでとかって目相が言ったらしいけど、うん、あ,あれさそもそも俺今あの投げ銭オフなんですよねそもそも俺ペンギン枠なんですよね <laughs> そもそもが、うん、ああくだらねえマジうぜえ 関わってくんなよゴミみてえなやつらがやほんとにほんとうぜえわマジでさムカつくんだけどほんとにうんそっか関係ねえやつがさ勝手に絡んできてさ、ね、俺のアンチもそうだし黙祖もそうだよ俺んち勝手に来てるからねあなんでよ関係ねえやつが勝手に俺んち来たりとか勝手にネットでああだこうださ イチャモンつけてんの自分の妄想で、うん、おめえに関係ねえじゃんそもそも俺の人生俺の人生お前らに関係あんの関わってくんねえよ勝手に関係ねえんだからたかの他人だろああバカなんじゃねえああくだらねえわかりました皆さんこれでね 俺が嘘で言ってないのは分かったでしょ、うん。普通に考えてっすよ。普通に考えて俺が本当にお金を隠し持ってるんだったら、リボ払いしますよね。リボ払いした方が金利取られないんだから。毎月5万とか取られるんだよ。普通払うでしょ。金あったら。くだらないじゃん、そんなの。あったら払った方が毎月5万浮くじゃん。普通払うわ。うん、くだらね。 ああ、いちいちうぜえわ。あのね、ほんとね、くだらないっす。なんかもう、なんか、なんていうんですかね、昔のね、ほんと俺からあ、昔の俺の配信を見てるリスナーだったらわかると思うんす。俺もうずーっとそういう金のことで嘘とかついたこと一度もないんですよ。配信で。まあ例えば、いくら買ったとか負けたとか、例えば FX とかでね。俺マジで一度も嘘言ったことないから。うん。<laughs> そう。 で、まあ、まあ、例えばだけど、配信で、じゃあ、例えば FX で今日100万勝ちましたとかっていう日もあったわけですよ、昔ね。2 0 0万勝ったっつってで、その履歴をまだ見せてない状態だと、なんかまだ、いや、そんなの、ね、履歴見てないから嘘だみたいな風に言う人もいるわけですよ。でも後日、ちゃんと取引履歴とか見せたりとかしてるんで、もうそういうね、あのお金のこと、まあ、こ FX いくら買った、負けたとかもそうだけど、なんいちいちね、嘘ついたことないのよ、よ今まで、配信で本当に。 うん <laughs> それはあの昔から俺の配信を見てる人だったらわかると思うんだけどうんああ <laughs> くだらないっすわ <laughs> まあこれで僕があの嘘ついてないってことは証明できたと思うよ まあこれでも疑うやつは頭の中がバグってるだけだと思ってるんで。うん。これでも、あ、俺、セキチンが嘘ついてるなって思う人は、ああ、そうなんだっても、ちょっとまともな考えを持ち合わせてないんだねっていう人なんで、もう,もうそ、ただのイチャモンなんで。うん。だって普通に考えて皆さん、もしさ、ね、あの、じゃあ、たり、例えばよ。ああ、じゃあわかんないけど、例えば、自分が今ね、 あのー、じゃあ500万ぐらい持ってたとしよう例えばの話です今現金で500万円皆さん持ってます例えばですよでリボ払いが300万残ってますどうするどうするどうする現金500万円が今手元にありますリボ払いが300万残ってますリボ払いの300万をそのまま払わないで置くと毎月約5万ぐらいの利息が取られますどうしますか 普通に考えて500万あるんだったら300万払いますよね。で、残りね、200万余りますよね、手元に。しかも300万だって、今の時代、カード使えるとこなんていっぱいあるから、大体のお店でね、あの、そのい、いつでも使うとのは使えるわけよ。うん。しかも払っとけば5万の金につかないじゃん。普通そうするよね。普通そうしますよね。<laughs> 普通そうしますよね。うん。 ああくだらねそれを払わないってことはどういうことかわかるないんですよあそれを払わないってことは手元に金がないんです普通に考えて余裕あるんだったら払いますわあー <coughs> <coughs> あーくだらねえわほんとに ほん当マジ俺に関わってくんなよマジでよああいちいちよなんでこんな技だ証明しなきゃいけない面倒くせえわくだらねほ <laughs> <ー>んとうんスロで稼げるんだろういや稼げるけどそんなに稼げないよ今 今、パチソととかで立ち回ってる人はわかると思うけど、そこまで稼げないよ。全く稼げないわけじゃないけど、ほんと頑張って立ち回っても、そんなアホみたいに稼げない。昔はそれは100万とか稼げたんだけど、4号機のね、めちゃめちゃ稼げる時代とか。今なんかはほんと死ぬ気で立ち回って20万から30万ぐらいだと思うよ。今なんてほんとに死ぬ気で立ち回って、多分月2三30とか、よくて40かな。20から40ぐらいとかかな。 まあそのね、もちろん自分の行ける範囲の店に甘いね甘い条件の店とかがあればあるかないかで多分稼げる金額っていうのは変わってくるけど。 まあ例えば甘い条件っていうのは例えばだけど高設定ちゃんと入れてる店とかそれでいてなんかそのライバルが少なめとかさあとはそのエナがすごい効く店があるかどないかとかエナとかも追い越しがねあ据え置きってなんかこう追い越しでなんか狙えてでそれが狙ってるやつがそこまでいないとかとかそういう甘い条件勝つ,勝つための甘い条件が整ってるような店が近場にあるかないかとかであの稼げる金額っていうのは変わってくるけどうーん。 まあでも、よくて20から40ぐらいなんじゃない今、本当。まあ、20以上はいけると思うけど、死ぬ気でね。死ぬ気でやればだけど、1か月30日フルで稼働して、20から40ぐらいなんじゃないその、そういう状況によって変わると思う。うん。<laughs> はぁ、あ。 <laughs> あ<ー笑>あ<ー笑>ああ<ー>あ <laughs> でも家にいても1円にもないいやだからパチスローを稼ぎに行ってるんですよちゃんと立ち回って今配信も収益化してないじゃんこれうん <laughs> ああ どうすんすか本当に<ん>これマジどうすんだろうどうしたらいいんすかね 月20万稼げない YouTube で動画したら儲かるとどどうせ嘘嘘だけど嘘じゃねえよあとね別にね動画かなんか難しいから、うん、あと別にパチンコパチスロなんてあのー、なんかそんな勝ってるやついねえよとか言ってるやつは本当に世の中のこと、まあ、世の中っていうかパチスロ業界のこと知らなすぎ、うん、それなりに勝ってるやつっているからねちゃんと立ち回って、まあ、月20とかまで稼ぐ人は少ないと思うけどそのあくまで平均してね い一撃で勝ったとかじゃなく、運で勝ったとかじゃなく、期待値20万ぐらい積むやつは、まあ、それこそ仕事やってたら、1ヶ月で期待値20万積むのは無理だと思うし、今の時代ね。ほんと、専業だけでやってるなんて、いなくはいない,ないと思うんだけど、今は少ないだろうね、正直。今の時代は。昔は結構いたけど、うん。<laughs> さっき40とか言ったって、だから仕事あの、30日フル稼働なのよ。 ね、30日フル稼働でつまり仕事やってたら無理なのよしかも朝から晩までよフル稼働だからね30日間仕事やってたら絶対無理やん、うん、昔は本当に甘い地域とかだったら月100とか稼げるような地域もあったのよだから専業とか昔めちゃめちゃいたのよパチンコとパチスローのねまあ基本パチスローなんだけど、うん、でも今の時代って本当多分20から40ぐらいだと思うんで大体 うん、でそれであのスロット1本パチンコスロット1本でやってる人ってほんと少ないよ今うん <laughs> で仕事やってたらもうフル稼働がまず不可能になるしうん <laughs> 本当ぜパチンコ必勝法を売ってるやつは稼げたそれ詐欺な <laughs> それは詐欺な これででかりまましたたよね僕が嘘言ってないいのは証明できたと思います頭のおかしいね頭のおかしいちゃんとした物事を考えられない人以外はもうこれであ俺嘘言ってないんだなっていうのがこの配信で証明できたと思いますはい、あ、ねなんか俺のアンチとかまだイチャモンつけてくるのか知らないけど普通のね頭だったらあ本当に俺金持ってないんだなっていうのがこれで分かったと思うよ でかそ,もそもそも持ってるんだったらリボ払っちゃうし金利バカらしいもん毎月何万も取られるのうん <laughs> ああうん <laughs> 裁判なくなりましたっていうのが嘘だったからないやだからもういちいちうぜえなつっかかってくんないちいちもう言ったろそれも前のね弁護士から裁判取り下げますっていう通知が来たんだよそしたらもうなくなったって思うじゃん普通に考えてああ諦めたんだなって思うやん弁護士変えてやってきてんのああくだらねえなそんなん言ったやんもうああ 普通そうじゃないだって、民事と刑事、両方やるからなって言った弁護士が、民事取り下げますっていう通知書が来たのよ、そしたらもう、ああ、諦めたんだって思うやん。だそしたら弁護士変えてね、あの差し押さえ通知書来たけどそれで、それに関わった弁護士の名前書いてあるけど、ね、弁護士変えてるんですよ、弁護士の名前が変わってんのよ、事務所の名前が。弁護士変えてやってきたってこと。 普通思うだろうう、ね、民事と刑事両方やりますよって言ったあの弁護士から、ね、そういう取り下げますっていうのが来たら普通もう終わったって思うああ諦めたんだいって思うやん、うん、<laughs> ああモンちゃん裁判起こしたらどうするまあモンちゃんが仮に裁判起こしたらとんだスラップ訴訟だよね だってこのやりとり見てる人は分かると思うけど、とんだ当たり屋じゃん。こ俺とモンちゃんのやりとり見てる人は分かると思うけど、勝手に俺んち来てさ、でしかも虚言まで吐かれてさ、ね、俺の嘘嘘言ってまでネガキャンね、されてさ、うん。とんだスラップ書層だよ。これで訴えたとかって。まあ、訴えたっつってもさ、俺がなんかさ、ねえ、なんか侮辱みたいなとこ言ってるとこだけピンポイントでやれば、訴えることはできんじゃないでも相手だって、モンちゃんだって俺のとこと侮辱してたからね、俺昨日配信見たけど。 くだらねえとんだスラップ操じゃんそれそれこそうん <laughs>、うん、まあ仮にこれで訴えてきたらあモンちゃんってそういう人間なんだなっていうのがこのねモンちゃんと俺の枠をあの両方とも見てた人はわかると思うよあこいつの人間性やべえなっていうのがわかると思うよ <laughs> どんな当たり屋だよ、うん これこれのチャンネルが番だって、あ、そうなのなんでえ、そうなんすかなんで番になったのまあ確かにこれこれさんって、なんかあのまあ、ガーシーのさ、ガーシーのちょっと、なんていうの、<laughs> ガーシーよりもちょっとなんか当たりが弱いぐらいで、やってることガーシーとあんま変わんないからね、あの人。うん、ガーシーほどなんか、牙を剥かないだけで。 でも別にガーシーと比べたら牙が向いてないってだけで普通に考えたら結構牙向いてるからね、うん、<laughs> しかも,もう手当たり次第さなんかもう情報入ってきたらやる感じやね、うん、まあ、正直ガーシーがダメでこれこれさんが OK っていうその線引きもどうかと思う部分も正直あるけどうん <laughs> まあでも、一番違うのはあれかな、その、ガーシーの場合さ、もボロカス言うじゃん。それこそなんか、なんていうの、あのー、侮辱的なものもめちゃめちゃ織り交ぜて言うから、例えばなんか三木谷さんのこと爆弾岩とか言ったりさ、もう明らかな侮辱やん。これこれさんってそういうこと多分言わないと思うんですよ。うん。だから、あくまでなんか告発的な感じになってるから、 だからまあ許されてるっていうのはあるまだからそこの多分結構ギリギリのライン攻めてんだよねあの人ね、うん、ガーシーとかの場合はもう告発のレベルじゃなく侮辱とか上乗せしていくから明らかにアウトっていう感じはあるよなあ,あそこだよな考えてみたらうんうん <laughs> いやう<ー>ん <laughs> そうっすね うん <laughs> <laughs> あ<ー>虚偽通報らしい何があこれこれさんがバンになったのが虚偽通報などこに虚偽通報したのどこになんて虚偽通報したのうんうんあうん。<laughs> あ 渡辺美和って知ってる知りませんけどそれその人がどうかしたんですか知らないけど <laughs> ああもういいやもうもう終わるか この枠50分で50分では60分かもう証明できたしね証明できたしもういいか <laughs> はいこれで俺が嘘言ってないことは証明できたと思いますあと今ねこの枠の最初の方を見てた人わかると思うけど 普通に考えてだよ、じゃあ俺が財布の中に2、30万ね、あって、で、それで、ね、目相が俺んち来て耳打ちで、2、30万ね、財布の中にあるってみんなが分かったら、投げ銭飛ばなくなるからって、俺言うと思う、この状況で、財布の中にね、もうこれお、まあ、あのおさらいですけど、2、30万俺があっても、別に、あのー、こんなさ、リボ払いだけで、もう今見せただけで200万あるんだから。 でプラス弁護士費用だってさ、もう、あのいくらすんだよって感じじゃん。それで、財布の中に2三30万あったところで全然足りませんよね。どこが金持ってんの全然足んねえわ。うん。わかるっしょ。そんなこと、そんなこと言うと思う、俺が。冷静に考えて。2三30万あったって足んないよ。なんだったら、財布の中に100万あったって足んねえわ。 だってリボの全額関西額までもいかないんだもん100万あってもプラス弁護士費用とかも控えてんでうん言わねえわ足んねえじゃん2030万どころか100万でも足んねえわうん俺がじゃあ2 3 0万あるって言うんで財布の中にそんな言うと思う普通に考えて状況的に言うわけねえじゃんくだらねえわあいつまじ嘘つきだからさ 本当みんな騙されない方がいいよあの女本当に本当にあいつもねあれなんだろうマジであいつさほんとううるさいからねマジで二度と絡まねえからあんな嘘つきマジでうぜえあいつ、うん、あれねほんとねもうずっと言ってるけどあいつマジで自分のこといい人キャンペーンばっかしてさ毎日毎日さ人のことはねネガティブキャンペーンするんだ嘘ついてまで、うん、多分それが趣味なんじゃない病気なんじゃない多分うん 自分をなんかよく見せたいがあまりでそれでなんか自分が絡んだ人を悪くなんかこうなんていうのい悪いイメージを植えつければさ相対的に自分がなんかこうさらによく見えるっていうかでそれでなんかつ常になんかいい人キャンペーンやってるからそ,そこの一面だけ見てなんかみんな騙される人っていっぱいいるじゃん。ででそれで なんかこういやモンちゃんが嘘言うわけないみたいなこんな子ども食堂をカンボジアに支援してる人にがこんな嘘言うわけないみたいになるじゃん多分そこの一面だけ見た人はそういうことやって楽しんでんじゃないなんか宗教みたいなの作って知らないけどでそうやって人に攻撃して自分の宗教みたいなのねあの作ってそういうなんか あのイメージが悪い人に対してさ嘘ついてそいつのさらにネガティブキャンペーンやってさでもそしたらなんかイメージがわ、ね、あの悪いじゃん俺らインストキャンペーンやってねえからさあだからそういう人たちにこうね嘘ついても、うん、それがなんか結局その嘘だって証明できなかった場合さあの結局モンちゃんが嘘言うわけないって多分なるじゃんそこの一面だけ見た人はうんいやマジでやばいわあいつの性格本当に。 うん、だそれが趣味なんじゃない知らないけどマジあいつやばいよ本当嘘ばっかだよ昔からだから俺ずっと言ってたでしょあいつマジ嘘しかつかないよってうんうんと絡んだ人絡んだ人に嘘つきだって言われてるからねあいつマジでそういうなんか昔の配信見てない人は知らないかもしれないけど、まあ、俺も前嘘つかれたしさ今回だけじゃないからねあいつマジ虚言兵器やばいからねうん もう二度と絡まないやんやつ、まあ、今回だってもそもそも俺から絡んだ、ね、俺が好きで絡んだってより相手が勝手に来ただけなんだけどねそもそもがそもそもが相手が勝手に来てるだけなんだけど今回だって無許可で俺に来てるわけだし今回、うん、そもそも俺から,からもう運みたいな約束してねえんだけどね勝手に来られてるしマジくだらないっすわ、うん うん、ああ延長できてるのはえあの配信者応援イベントであの上位になったからだから30万延長チケットが今付与されたのはちょっと前にうんははあ、はあ だからもういいようるさいよよしえさんの家だからとかもううるせえよストーカーの理論かよもうあいつもそれ言ってたけどさもうくだらねえあ,あくだらねえわじゃあモンちゃんのねこれ前も言ったけどねもう同じことは言わせんなよじゃあモンちゃんのさ仮にさモン、ね、ちゃんが仮に実家済みだとしようで実家がねモンちゃんの家がバレたとしようでモンちゃんは嫌がってるのにモンちゃんのお母さんお父さんと仲良くなってねっ でそれでモンちゃんは来るなって言ったって、モンちゃんのお母さん、お父さんに会いに来たとかって言ったらどうなるそれストーカーじゃねうん、それストーカーじゃないその理論と一緒だよね。気持ち悪いわ。キモ。うん、マジキモい。<laughs> 本当に気持ち悪い。で、ね、俺が、じゃあね、逆の立場考えてみるじゃあモンちゃんそれ許すんすか逆の立場で。 あいつマジで自分に甘く他人に厳しいからねマジでキモいわうんじゃあ俺がさモンちゃんのストーカーになったとしてさねモンちゃんは「いや私,あ私んち来ないで」って言ってんのよ絶対来んなよって言ってんのでも俺がモンちゃんのお父さんお母さんと仲良くなってお父さんお母さんは結構ウェルカムな感じ出してんのよで俺がモンちゃんがなんかね俺がモンちゃんがモンちゃんち行って実家行ってでモンちゃん来るなって言ってるけどいやお前に会いに来てないからって お,かお前のお母さんとお,かお父さんはねあこうウェルカムだし仲いいから俺来たんだよってお前に会いに来てないからって言ったらどう思うやばないそいつそれと同じことやってんだからねやばいだろうんやべえわあいつマジあいつの脳みそどうなってんのどんだけ自分にあの都合よく変換されんのうんあいつの脳みそマジやばいと思うよだって嘘ついてまでね寝かけんするようなやつだよやばいよあいつうん マジで行かれてるよ。うん。いや、ほんと騙されないわ、いいわ、な、あんなに、マジで。ほんとに。あれ、とんでもねえやつだからね、ほんとに。うん。ほんと平気でなんか人の寝かけをするために嘘つくしさ。で、多分あの、ほら、悪がいるから正義が成り立つじゃん。うんで。そういうの計算してやってんのか、まあ、でも計算っていうか素でやってる気がするけどね、なんかバカっぽいから。素はね。うん。なんか病気みたいな感じじゃ、ね、ない 虚言癖ってさなんかいきすぎると病気みたいな感じでなんかなんだっけ認知されるって俺聞いたことあるんだけど多分そういう病気なんじゃない多分うん息吐くように嘘つく人ってなんかあまりにも嘘多い人ってなんかその病気認定されるらしいよそれなんか聞いたことあるけど昔そういうやつなんじゃないうんうん <laughs> いやあいつの虚言癖マジやばいわ。うん、もうさすがに許せないよね。俺がここまでさ、窮地に一生レベルで追い込まれてる状態で、なんか俺、信号を救ったみたいな空気感出してるくせにさ、結局なんか嘘ついてまで俺のネガキャンしてるわけじゃん。そこまで苦しめますみたいな、この状況でみたいな。しかもその状況知ってて突っ込んできてるわけじゃん。うぜえわ。昔だって嘘言われたしさ。うん。 どんない何回も言ってるけど例えば昔だったらあの、ね、もうこれもう何回も言ってるからもう言うの嫌なんだけどあの、まあ、昔テンテンさんって僕のリスナーいるじゃないですかでその人が、まあ、今もちょくちょく投げてるけど今はもう、まあ、昔に比べるとそんなに投げてないのよでも昔ってもっともっと何倍も何倍もめちゃくちゃ投げてた時があるんですよ、まあ、それは俺の昔の配信見てた人は分かると思うんだけど とにかくめちゃめちゃ投げてたんですよ、てんてんさんってね。で、そのめちゃめちゃ投げてた時に、あの、なんだろう、もうクソと俺が絡んだ時に、あの、なんか配信外で、しんから、あのてんてんさんは、てんてんさんのことは金しか思ってないって俺が、あのもんちゃんに配信外で通話で言ったって、俺、もんちゃんに配信で言われたんですよ。でも俺、それ、一言も言ってないんですよ。俺、一言も言ってないうん。一言も言ってないんですよ。 巨言なんすようんひ一言も言ってないのそんなことモンちゃんにうんもうやばいんすよマジで、うん、で今回だって耳打ちしたのがねあのな,なんだっけそのもう,もう繰り返すよだから嫌なんだけど財布の中に金が入ってるって思われたら、えー、2 3 0万入ってるって思われたらなんかこうリスナーがアイテム投げてくんないからとかって言ったとか俺が言ってんだけどそれも言ってないんですよね俺。 そんんななこと一言も言もってないんですよ、うん、全部虚言なのよあいつのマジでヤバいうんヤバいよあいつの虚言マジで病気だよあれ本当に、うん、もう絶対絡まないからね俺あんなやつとうん財布に50万ある動画だからもうこの枠タイ,ムタイムシフトね明日以降残すから見ろ ああこの枠でねあのもう証明してるからこの枠の最初の方うでああこの枠タイムシフト見ろあれほとんど千0冊なのよねはいはいでほとんどこれが千0冊が入ってる理由も喋ってますこの枠で最初のほうで。 であとリボが、ね、今この枠で200万はとりあえず証明したんであこれまた13万2万ぐらいだと思うんだけどリボ払いも弁護士代もこれだけじゃ足りませんで財布の中になんでいっぱい多めに入れてるかっていうのもしゃべ,しゃべってます、はい、こ,のこの TS 残すんで見ろもう何回も繰り返すのめんどい TS ああ、これ明日以降に残せるから、ね、24時間経ったら残せるからね、この枠。ああこのうぜえって枠。見ろ。まあ多分 YouTube 誰か上げるかもしんないけどさ、知らないけど。ああもう何回もめんどくせえわ、1からまた説明すんのああ。どうする次枠取るか次枠どうするああ。 取るうんうんはあ取りますか取りますかじゃあ、うん、もういいよ延長しようとかうぜえんだよまあ一応延長できるけどねチケットもらったからでもいいよ もう延長チケットも買えないし今の段階でもう使っちゃうとなくなるからいいよ追役取るわあと27枚あるけどあ二28枚かいや,いやじゃあちょっと取るわじゃあ次